戦国時代で100万石を超える藩都を獲得した23名の大名に対して、最盛期の石高直轄地を対抗検知の結果を参照して計算し、ランキングで配置させていただきました。なお、支配地域に抜けもあるかもしれないこと、一部とある石高と国ごとの石高は資料によるものと個人的な判断によるものとになることをご了承ください。第23位織田信雄、1558から1630年、織田信長の次男で尾張、伊賀、南伊勢の約100万石を領しました。小田原攻めで功績を挙げましたが、徳川家康の丘陵への威風を拒んだため、豊臣秀吉により領地を没収されました。1592年に徳川家康の仲介でようやく赦免され、おとぎ州に加えられて大和国内に1万8000石を領しました。1614年大阪冬の陣直前に徳川勢へ転進、豊臣滅亡後の1615年7月23日、大和国宇田郡、上野国神羅郡などに5万石を与えられました。第23位豊臣秀次、1568から1595、豊臣秀吉の甥で小田原征伐の後1591年、近江43万石、尾張57万石などを合わせて100万石を有する大名に成長し、さらに秀吉の後を継いで関白職に就任しました。しかし1595年、高野山において切腹したことで豊臣政権崩壊へのきっかけとなりました。第21位豊臣秀長、1540から1591、豊臣秀吉の弟、豊臣政権において内外の政務及び軍事面で活躍を見せ、天下統一に貢献しました。最終的には大和、紀伊、泉の3カ国に河内国の一部を加え、約110万石の大名になりました。また官位も12位権大納言に栄進したことから大和大納言と尊称されました。51歳で亡くなりましたが、もし兄秀吉と同じ62歳まで生きていれば、その後起きた豊臣秀次切腹事件は回避されて、徳川家康が江戸幕府を開くことはできなかったと推測されます。第20位毛利輝元、1553から1625年、毛利元就の直孫で織田信長の毛利征伐で危機を迎えましたが、本能寺の変によって救われ、後に秀吉の配下になり、豊臣政権の五大老の一人になりました。領地朱印状、領地目録にて112万石が与えられました。第19位伊達政宗、1567年から1636年、芦名氏を滅ぼした時点で114万石を支配下に置きました。秀吉政権下で58万石、江戸時代は62万石。政宗は猛将、戦上手というタイプではなく、外交や政略、調略を交えて敵を弱らせ、そこから勝利を得る智将タイプだったと思われます。第18位上杉景勝、1556から1623年、上杉謙信の後継者、上杉家内乱御伊達の乱に勝利したものの、反動で戦力を大きく失い、本能寺の変直前には滅亡の危機に追い込まれました。間一髪で危機を回避した後は豊臣秀吉の傘下に入り、五大老の一人の地位と会津120万石を与えられました。第17位前田利長、1562から1614年、加賀百万石、江戸時代を通じて唯一として有名な前田家は、前田利家の時代ではなく関ヶ原で徳川方についた2代目前田利長が120万石を支配し、後に分家したため加賀前田家は102万石となりました。第16位丹羽長秀、1535から1585年、織田家四天王の一人の地位を確立しました。本能寺の変の後は足場秀吉と共に山崎の戦いで明智光秀に勝利し、秀吉と同盟関係を築きました。さらに賤ヶ岳の戦いで
柴田勝家に勝利し、恩賞として若狭8万石に加え、越前50万石、鶴ヶ郡、南条郡の一部、大野郡の一部を除く、及び加賀2郡、うち1郡は溝口秀勝が領するを与えられ、約123万石を支配しました。第15位、大内義隆、1507から1551年、大内氏第16代当主、山口を中心に大内文化が流盛しました。備後18万石、安芸19万石、岩見11万石、周防16万石、長門13万石、筑前33万石、豊前14万石、計124万石を支配しました。第14位、尼子常久、1458から1541、近江守護京極氏の一族で、京極高秀の子高久が、近江の国犬神郡尼子郷に住んで、尼子を名乗るようになったのが始まりであります。高久の子持久が、出雲の守護代として、任国出雲に赴き、合山戸田城を居城としました。孫の常久の代に最大藩都を築き、出雲18万石、沖5万石、宝器10万石、稲葉9万石、三政坂18万石、備前22万石、備中17万石、備後18万石、安芸北部10万石、計127万石を支配しました。第13位、大内義興、1477から1529、大内氏第15代当主、室町幕府の管領大となり、山城22万石、安芸19万石、岩見11万石、周防16万石、長門13万石、筑前33万石、豊前14万石、計128万石を支配しました。第12位、武田信玄、1521から1573、甲斐の虎とされられた戦国大名、甲斐22万石、信濃41万石、駿河15万石、遠江藩国12万石、美濃一部5万石、上野一部25万石、飛騨一部1万石、計120万石を支配しました。第11位、武田勝頼、1546から1582、甲斐の虎と恐れられた武田信玄の後継者です。武田家の最大藩とは、勝頼の時代に上野49万石の支配に成功し、計145万石に拡大しました。しかし、財政危機の悪影響による無理な藩と拡大が内部崩壊を招いたためか、織田徳川連合軍に攻め滅ばされました。第10位、毛利元就、1497から1571、下克上を成し遂げた第一人者と称しても異論はないと思います。安芸国現在の広島県の一国人領主から一代にして長門13万石、周防16万石、安芸19万石、備中18万石、備後18万石、岩見12万石、沖3万石、出雲18万石、宝器10万石、稲葉10万石、筑前一部5万石、豊前藩国8万石、計150万石を支配にしました。第9位、島津義久義弘、1533から1611、1535から1619、薩摩、大隅、日向などで77万石、さらに豊後、肥前、肥後、筑後など領土に組み込み165万石を支配しました。さらに筑前、豊前に攻め込んで九州統一を目前にしましたが、秀吉の九州征伐の前に屈しました。結果、薩摩、大隅、日向の一部を安堵されました。第8位、上杉謙信、1530から1578、自らを毘沙門天の生まれ変わりと称し、腐敗信用を持つ戦国最強大名といっても過言ありません。では一部5万石、越後39万石、越中38万石、能登21万石、加賀一部15万石、上野49万石、計167万石を支配しました。第7位、大友義重、1530から1587、鎌倉時代から続く名門大友家21代当主、キリシタン大名宗麟の法号で知られており、
最盛期には豊後41万石、筑後26万石に加え、豊前14万石、肥前30万石、肥後34万石、筑前33万石、178万石を支配しました。第6位、三好長慶、1522から1564。織田信長が戦国の世に登場する20年前に天下を統一した武将です。当時は畿内を支配することが天下統一と考えられていました。山城22万石、摂津35万石、河内24万石、泉14万石、大和44万石、阿波18万石、淡路6万石、丹波11万石、東讃岐5万石、東播磨17万石、計196万石を支配しました。第5位、北条氏康、1515から1571。呉北条氏第3代目当主、関東から関連山内上杉氏や扇谷上杉氏を追うなど、藩と拡大に実績を残し、呉北条氏の地位を強固なものにしました。武田氏、今川氏との間に三国同盟を結んで関東を支配し、関東管領職を受け継いだ上杉謙信の関東侵略を退けました。相模19万石、伊豆7万石、武蔵66万石、下総39万石、上総37万石、神津家南部20万石、下野藩国18万石、計206万石を支配しました。第4位、豊臣秀吉、1537から1598。日本史上最も出世した人物で、足軽百姓から天皇家以外の人間がなり得る最高位、関白太政大臣に上り詰めました。織田信長の家臣時代は最大で80万石ほどで、天下統一時には220万石支配しました。これまで摂関五家、近衛家、九条家、二条家、一条家、高司家以外では就任できなかった摂政関白太政大臣を獲得し、豊臣姓を名乗り、豊臣家を新しい摂関家へと承認させました。養子である秀次に関白職を譲り、豊臣政権の継承を印象付けました。ところが1595年8月に秀次が高野山で自害する事件をきっかけに政権崩壊が始まりました。1598年9月、秀吉が逝去しましたが、かろうじて政権は秀頼に継承されました。しかし秀頼が関白職に就くことなく、1615年大阪夏の陣で徳川幕府軍に敗れ、秀頼の自害により豊臣政権は終わりを迎えました。第3位、北条氏政、1538から1590。戦国大名の祖と呼ばれている伊勢盛時、北条早雲を開祖とする呉北条氏の4代目にあたる武将です。相模19万石、伊豆7万石、武蔵66万石、下総39万石、上総37万石、神津家、日立、下野、駿河の一部に及ぶ240万石を支配し、最大勢力を築き上げました。しかし豊臣秀吉の小田原攻めを受け、滅亡を迎えてしまいました。第2位、徳川家康、1543から1616。三河岡崎城主から戦国大名として織田信長と長年同盟関係を保ち、本能寺の変の地に三河、遠江、駿河、信濃、甲斐五カ国で131万石を支配しました。小田原征伐の後、秀吉政権下で関東に移封になり、304万石の強大な勢力を持ちました。最大は江戸幕府開設時に400万石を支配しました。第1位、織田信長、1534から1582。織田信長に関しては他の大名と違って、支配地域を現代風に例えれば株式会社織田家として支配し、明智光秀、丹後国、足場秀吉、近江長浜、
柴田勝家、越前の国たちにそれぞれ支店として管理させる方法をとっていました。ではなぜこのやり方が可能だったのかといえば、織田家の運営は他の大名のような合議制ではなく、信長のトップダウンで全てが決まる絶対君主として君臨していたからです。天下統一目前で本能寺に散りましたが、支配地域は畿内を中心に大きく拡大していました。尾張57万石、美濃54万石、信濃40万石、甲斐22万石、神津藩国25万石、伊勢56万石、伊賀10万石、島1万石、山城22万石、近江77万石、大和44万石、紀伊一部5万石、さらに丹後11万石、丹波26万石、摂津35万石、河内24万石、泉14万石、若狭8万石、越前50万石、加賀35万石、能登21万石、越中38万石、阿波18万石、讃岐12万石、計705万石を支配しました。